10分でわかる本のまとめ。今回はスタンフォードの自分を変える教室という本を解説していきます。この本は意志力について解説してある本でして、最初に結論を言うとこうです。意志力は心の強さだけでなく体の健康度合いによっても決まっている。というわけでこの動画では、1、意志力とは、2、なぜ体が健康だと意志力が向上するのか、3、体を整える具体的な方法という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、意志力とは。そもそも意志力って何？ということで、まずは意志力について説明します。意志力とは文字通り意志の力のこと。物事を達成するために欠かせない力のことです。この意志力は3つの力によって構成されています。それはやる力、やらない力、望む力、この3つです。これも文字通りなのですが、やる力とはやるべきことをやる力、やらない力とはすべきでないことをやらない力、望む力とは目標を達成したいと望む力です。この3つ目の望む力が意志力の土台のような役割を担っています。つまり望む力が強いほど、やる力、やらない力も強いということです。目標を達成したいという望む力が土台にあって、やる力とやらない力の大きさが決まってくるみたいな関係性にあります。というわけでここまでで簡単に意志力の説明をしました。では続いては2、なぜ体が健康だと意志力が向上するのか。結論、体が健康な人は交感神経と副交感神経の切り替えをスムーズに行うことができ、このことが大きく意志力の強さに関係しているからです。ではこのことについて掘り下げていきます。そもそも人間には交感神経と副交感神経という2つの神経が備わっています。私たちが何か活動するときには交感神経が優位になっており、私たちがリラックスするときには副交感神経が優位になっています。この交感神経と副交感神経の切り替えは、自分の意識とは無関係に体が勝手に行ってくれているものなのですが、体が健康な人ほどこの切り替えがスムーズに適切に行われているのに対し、体が不健康な人ほどこの切り替えがスムーズじゃなくなってしまいます。ではなぜ体が健康で交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズな人ほど意志力が強いのかというと、副交感神経が優位になることで衝動的になるのを防げるからです。例えばやるべきことがあるのに携帯を触りたくなるとか、ダイエット中なのに甘いお菓子を食べたくなっちゃうみたいな衝動的な欲求に襲われるとき、このとき私たちの体は興奮状態になっていて、交感神経が優位の状態です。こう携帯とか甘いお菓子が目に入った途端に交感神経が優位になって、体は興奮しちゃってるんですね。そこから私たちはそれらの衝動的な欲求と戦います。今日は資格試験の勉強をすると決めたじゃないか、夏に向けて健康的な食事に切り替えると決めたじゃないか、みたいな感じで欲求と戦います。このように少しの間自分と戦っている間に、体が健康な人はスムーズに副交感神経が優位になって、さっきまでの衝動的な欲求が自然と落ち着いていきます。つまり意志力を発揮しなきゃいけない場面で、スムーズに副交感神経が優位になれるような健康な人は簡単に衝動的な欲求に勝てるというわけです。それに対して交感神経と副交感神経の切り替えをスムーズに行えない人は、衝動的な欲求が収まりづらく欲求に負けてしまうというわけです。要するに意志力の強さを決めているのは、気持ちの強さというよりもいかに体の状態が整っているかなんですね。これは個人的にはなるほど面白いなとマジで思いました。というわけでここまでで、意志力が強い人は体の状態が整っている人なんだということを説明しました。じゃあ具体的にはどうすれば体が整い、神経の切り替えをスムーズに行うことができるのか、ということで3、体を整える具体的な方法について。結論、体を整える方法は運動、瞑想、睡眠、食事、人間関係、ストレス、これらを整えることです。では一つずつ掘り下げていきます。まずは運動について。定期的な運動によって体が整います。運動の種類は何でも OK です。自分が一番好きなものを選びましょう。ちょっと外を散歩するとか家を掃除するとかでも運動に入りますので、運動が苦手な方はそのような小さなものから始めてみてください。どんなものであれ、体を動かすことで神経系を整えることができます。
次は瞑想について。瞑想の一番オーソドックスなやり方は呼吸に意識を集中するやり方です。この瞑想については以前別の動画でがっつり解説していますので、そちらを復習してみてください。この瞑想に関連して深呼吸も意志力を発揮するための有効な方法です。例えば無性に甘いものが食べたくなった時なんかに深呼吸をします。大きく吸って大きく吐くという深呼吸を4回から6回くらいするだけで副交感神経が優位になり、自然と衝動的な気持ちが収まっていきます。瞑想を毎日の習慣にすることで整った体の状態をキープしつつ、即席の方法としては深呼吸を使っていきましょう。では続いては睡眠について。十分な睡眠を確保することで体が整います。十分な睡眠時間というのには個人差がありますが、大体の人は7時間から8時間寝るのが理想で、最低でも6時間は寝るようにすべきです。またお昼寝も超有効な方法です。昼の睡眠は夜の睡眠の10倍近い回復効果があるという研究結果もあるほどです。できれば5分から20分、それが無理なら 2,3 分でもいいので、お昼寝の時間を作れると午後のパフォーマンスが格段に上がります。次は食事について。結論、低血糖の食品が体の健康を保ち、かつ体のエネルギーにもなる食品です。具体的には魚や鶏肉などのタンパク質、ナッツ類、豆類、食物繊維が豊富な穀類、果物、野菜です。これらのような低血糖の食品は体内の血糖値を緩やかに上昇させます。ですので体への負担が小さく、食べた後に眠くなりづらく太りづらいです。そういうわけで低血糖の食品を摂ることを心がけていきましょう。また食事は腹8分目に抑えて内臓に負担をかけないことも大事です。では次に人間関係について。良好な人間関係が体やメンタルにいい影響を与えてくれます。家族や友人や恋人との楽しい時間、リラックスする時間を取るようにすることが体を整えることにもつながりますので、意識していきましょう。次にストレスについて。ストレスが溜まってしまうと神経が乱れて意志力を発揮できなくなってしまいます。私たちがストレスを感じているときは交感神経が優位な状態です。ですので慢性的にストレスを溜め込んでしまうと、体が常に緊張していることになり、体が休まりません。これを防ぐために日頃から運動や瞑想を習慣にする、趣味や好きな人との時間を楽しむなどしてストレスを溜めないことが重要です。オンとオフの切り替えを大事にしましょう。以上が体を整えて意志力を発揮するための具体的な方法でした。というわけで最後に全体のまとめです。1、そもそも意志力とはやる力、やらない力、望む力、この3つで構成されている。2、なぜ体が健康だと意志力が向上するのか。それは体が健康な人は交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズに行われて、衝動的な欲求が自然と収まるから。3、体を整える具体的な方法。それは運動、瞑想、睡眠、食事、人間関係、ストレス、これらを整えるということでした。今回紹介した本スタンフォードの自分を変える教室では、意志力とは一体どのようなものなのか、どうすれば意志力を操ることができるのか、また意志力に関して注意すべきことなどについて科学的な研究成果をもとに書かれています。今回紹介したのはほんの一部でして、まだまだ紹介できていない部分がたくさんあるので、ぜひ読んでみてください。今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。